ジョナサン・レイは、イギリス、北アイルランド出身の、モーターサイクルロードレースライダー。2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年の、スーパーバイク世界選手権チャンピオン。2012年、2019年、鈴鹿8時間耐久ロードレース、優勝。大英勲章受賞。1997年にデビュー。2015年に、 川崎に移籍して、以降勝利を重ね、スーパーバイクの記録を次々と塗り替える。スーパーバイク史上最高のライダーの称号を不動のものにしているが34歳になるまでバイクの免許は持っておらず、2021年8月に自動二輪免許を取得した。その後、自身初の愛車となる Z900RS を購入した。ナンバー九百六十二。 ザロンドンガゼット17ジュン2017 PB21 クイーンズ・アナーズアワーッツ・フォール・ロリー・ベストジョナサン・レアンドスティーブン・デイビス BBC スポーツ2017年6月18日閲覧ありがとうございます